ひと、ふた、み、よ、いつ、むゆ、なな、や、ここの、たり、ふるべ、ゆらゆらと、ふるべ、まかりし人も生き返らん。にぎはやひのみごとの授かりし、徳佐の勘だから、その宝物は、古神道の最たる肘。言霊は、よみがえりの力をもたらす。さあ、震え、唱えよ。こんにちは、Mちゃんです。今回は、死者をもよみがえらせる、いにしえの宝物、徳佐の勘だからをご紹介します。古く、日本の歴史に息づく古神道。天地開闢から第33代推古天皇までの歴史を記した史書、仙台九字本紀には、口伝いに受け継がれた呪法とともに、肘の宝物の名が記されていました。天津印、水だから、徳佐。通称、徳佐の勘だから。神、にぎはやひのみことが、天孫降臨より先に、天下りする際に、天津神御親から授かったと伝わる、十の宝物です。二種の鏡、一種の剣、四種の玉、三種のヒレ。ヒレとは、古代の女性が、両肩からかけていた、長い帯状の布のことで、災いを払う呪力を持つ、貴重で神聖なものとされました。そして、古来神聖な力を持つと信じられ、三種の神器とも深く関わりを持つ、鏡、剣、玉。これらのなす、徳佐の勘だからを手に持ち、いにしえの払い言葉を唱えると、死者も蘇るほどの強力な言霊を発揮するというのです。神代の時より、時代を超えて、ひそやかに受け継がれた極秘の秘術。神話に伝わる物語は、このようなものです。天孫降臨。それは、天照大神の孫にして、初代神武天皇の曽祖父にあたる、ニニギノミコトという神が、天界、高間ヶ原から高千穂の地に降臨したという伝説。しかし実は、それよりも先に、地上へ天下った神がいたのです。ニニギノミコトの兄、ニギハヤヒノミコト。神々の住まう高間ヶ原で暮らしていたニギハヤヒノミコトは、ある時、地上に降臨し、そこを統治するよう命を受けました。そして高間ヶ原と黄泉の国との間にある葦原の中津国、すなわち地上へと旅立つとき、皇室の祖先神たちは別れの品として十の宝物を与え、このように言いました。これらの宝物を御倉棚に沈め置け、人民に疫病が降りかかれば、この徳佐の勘だからを手に、ゆらゆらと震いながら、こう唱えよ。人、二、み、よ、いつ、むゆ、七、や、ここの、たり。さすれば、死者もよみがえる。にぎはやひのみごとが授かった、徳佐の勘だからとは、神の力を宿す十種の宝物でした。一つは、遠くを映し出す、おきつ鏡。二つは、近くを映し出す、へつ鏡。三つは、内に湧く邪気を断つ、やつかの剣。四つは、手にするものを生きながらえさせる、いくたま。五つは、姿形の満ちる、たるたま。六つは、死者をよみがえらせる、まかる返しの玉。七つは、過ちから戻し正す、血返しの玉。八つは、這い寄る蛇の害を払う、おろちのひれ。九つは、飛び交う虫の害を払う、蜂のひれ。十は、すべての邪気を払い清める、草草のもののひれ。徳佐の勘だからを携え、にぎはやひのみことは、空飛ぶ、雨の岩船に乗り、河内の国、現在の大阪府にある、川上の斑鳩峰に降臨したのでした。さて、にぎはやひのみことが、大和の地へ移った後、
弟のニニギノミコトが高千穂の地に降臨します。やがてそのひ孫とされる初代神武天皇が九州の地より遠征し、現在の奈良県にあたる大和の国を平定、日本で初めての天皇の座に即位しました。にぎはやひのみことの子にして、物のべうじの初代である馬島寺のみことは、神武天皇に忠節を尽くし、神武天皇と皇后のため、長寿を祈る御霊降りの御祭りを、徳佐の神田からを用いて取り行いました。仙台くじ本義によれば、これが日本で初めて行われた御霊沈めの祭りであるとされています。徳佐の神田からには、フルの御霊の神が宿ると信じられ、人々に降りかかる災いや病を払い、長寿と繁栄、幸福を招く存在として、祓いの言葉、フルのこととともに、フルベの神事として語り継がれました。その後は大和の国、山辺の氷のフルの高庭にある、磯の神の神の宮、磯の神神宮に祀られ、現在もなお伝統的な呪法にのっとり、魂詰めの儀式が執り行われています。フルベの意味とは、伝説に伝わる通り、震え、という動作の意と考えられ、徳佐の神田からを手に、ゆらゆらと震わす動きは、現代の儀式にもなお、形を残しています。例えば、天皇によって豊穣が祈られる、特別重要な宮中祭祀、新嘗祭。その前日に執り行われる、御霊沈めの祭りでは、儀式の後、天皇の衣を左右に十ずつ振るという、玉振りの儀が行われます。これこそが、日本元年の時より伝わる、古神道の秘術。宮中のほか、各地神社においても、鎮魂祭として、大切に受け継がれています。古く、日本に伝わる、伝説の秘宝、徳佐の神田からの物語、お楽しみいただけましたか？ところで、冒頭にもお話の通り、徳佐の神田からは、三種の神器にもゆかりのある、鏡と剣、玉が含まれます。一説には、神器になぞらえ、鏡はすなわち、八田の鏡、剣は草薙の剣、玉は八坂にの勾玉であるとも言われています。古より、歴代天皇が受け継ぐ宝物、三種の神器。その姿を直に見ることは、何人たりとも許されません。草薙の剣を含む、伝説の名剣、七千については、概要欄の動画でご紹介していますので、気になる方はぜひご覧ください。私 M のインスタグラムでは、動画に関連するトピックを、イラストや写真とともに発信しています。概要欄のリンクから、ぜひ覗いてみてくださいね。M チャンネルでは、世界に存在する不思議や都市伝説、神話などをご紹介します。この世の解明されていない謎に興味がある人は、今すぐチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。